蹴りをつける。ディスタントフルブレイク。感想のほど、うん、あまり無理するなよ。いつまで耐えられるかね。話が長い。いや。怖いのか？イライトライト！
バイバイ。しか抜けない剣を、あんなガキが、おっ、ねえ、兄ちゃんはひょっとしたら本当に、おう、ひょっとしなくても、俺はただの立派な酒場のマスターだ。そうじゃなくて、ミード、すまなかった。わしたちを許してはくれないか。行け。ミード、ごめんな、ミード。
こっちこっち。はい。ああ。にゃん。姉ちゃん、うちの手伝いとかしたことねえだろ。ドキ。見ててわかんだよな。全然なってねえもん。こら、ミード。偉そうなこと言って。あんたはもっと反省しな。あんまり調子に乗ってたら、白夢の森に放り込んじゃうよ。白夢の森って？聖騎士も近寄らないおっくらい森なんだ。おばさん、いい子にするからそれだけは許してよ。ほんとかね、この子は。約束するって。おばさんの目、ごまかそうったってちゃんと見てるからね。バーニャへの距離と方角を教えてくれ。正確にな。あ、はい。この砦より南東4時の方向、距離にして 7.3 マイル。この角度か。メリオダス様、すみません、まだ仕事の途中なのに。ミードちゃんたちを見てたら急に父のことを思い出してしまって。そうか、無事だといいけど。もうちょい左か。ダメですね、ホームシックに浸っている場合じゃないのに。聖騎士の横暴に苦しめられている人たちがまだたくさんいるのに、王女がこんなことじゃ先が思いやられますね。でも俺を見つけたろ。そんなに落ち込むな。お前がみんなを守りたいと思って俺の店にたどり着かなかったら何も始まらなかった。お前はお前のやるべきことをやった。それで十分だ。俺には俺のやるべきことがある。
やはり生きていたか、七つの大罪メリオダス。
バイバーイ。バイバーイ。メリオダス様、本当にこの森に七つの大罪は隠れているのですか？多分。確たる証拠もなしに来たってのか！この森にはとんでもない怪物が出るって噂も。根拠なら一応ある。この白夢の森は見た通り、馬での移動は困難だし、方向も見失いやすく、漁師や旅人も迂回する森だ。確かに。身を隠すにはもってこいですね。おい、もたもたしてねえで行くぞ。はい。慌てるなよ。神経質な小豚は嫌われる。誰が神経質な小豚だ。こら。
けど俺が本物だぜ。これが森の怪物？確かにとんでもねえな。あまり無理するなよ。いつまで耐えられるかな。話が長い。よっ。話が長い。よっ。私はここにいます。違います。私が本物です。帰れ帰れ人間、森から出ていけ。さっぱし見分けがつかん。さてさて、一体どれが本物だ？私です。信じてください。何でもしますから。よし、なら今から全員俺の言う通りに動くんだぞ。返事は？はい。それじゃ、右手をピンと上げて、左手は頬、恥じらいの顔で俺の名を呼ぶ。メリオダス様。ほう、そうかん。真面目に攻めしろ。よし、じゃあ最後、思いっきりジャンプしろ。ジャンプ。ごめんなさい、無理です。すげー、いたずらコーニのハイドアンドシーク。
森の怪物の正体はあいつらだったか。オーザいつまで耐えられるかね。長い。いや。怖いのか？イライトライト！バイバーイ。失うなよ。あいつらが逃げる先に何かいるはずだ。あれ女の子。おいおい、まさかあいつらあの子を襲う気じゃないだろうな。あんな小さな子を襲うなんて。そうだぜ、あの小さな小さな小さな